回のタイトルは、アーサー・ヘイズ氏、FRB が何をしてもビットコインは勝つ、強気相場は今夏の終わりから、です。ぜひ、最後までお付き合いください。FRB は来月利上げを停止するでしょうか？ビットコイン投資家にとって、その答えは実際には重要ではないかもしれません。ビットメックスの共同創設者、アーサー・ヘイズ氏によると、現代の金融理論が示唆するものとは異なり、まさに高波的な中央銀行政策のおかげで、ビットコインの価格とインフレは連動して上昇するだろうと言います。ヘイズ氏は、忍耐は美しいと題した木曜日のブログ投稿で、拡大し続ける経済の債務対 GDP 比が、伝統的な経済法則の崩壊を引き起こす理由を概説しました。これには、金利の上昇によってマネーサプライとインフレ率が低下するという考え方も含まれます。利上げか利下げか、FRB がどの道を選択するかに関係なく、インフレが加速し、規制的な法定通貨金融システムからの離脱ラッシュを促進することになるでしょう。US デッドクロックのデータによると、米国政府は現在 31.8 兆ドルの負債を抱えています。これは、同国の GDP26.4 兆ドルや、比較的乏しい年間税収 4.6 兆ドルとは大きく異なります。ジョー・バイデン大統領とケビン・マッカーシー下院議長は最近、1月に国の債務上限が31兆4000億ドルに達したことを受け、今後の債務危機を回避するための法案草案を発表しました。この合意により、債務上限は2025年まで完全に停止されることになりますが、それまでに債務上限が手に負えなくなることを避けるためには、多くのコスト削減策が必要となります。ヘイズ氏は、債務上限は実際に今夏のどこかで撤廃され、その時点で米財務省は数兆ドル相当の国債を発行しなければならないと予想しました。これにより、短期政府債務の金利が上昇し、銀行預金者が銀行ではなく政府に融資する動機となり、一斉に保有資産を引き出すことになるでしょう。そのため、FRB は利下げを余儀なくされ、銀行は再び利益を得ることができますが、その結果としてインフレが急上昇することになります。あるいは、FRB が利上げを続けることもできますが、これはさらなる銀行破綻を促すだけであり、連邦預金保険公社がより多くの紙幣を印刷することでその埋め合わせを行うことになるでしょう。金、ビットコイン、AI 技術株などはすべて政府が印刷してリストして配布するこの富の受益者となるでしょうとヘイズ氏は述べました。忍耐の時、ヘイズ氏は短期的にはビットコインは堅調に推移すると予想していますが、強気相場は今年の第3四半期後半から第4四半期前半に始まる可能性が高いと述べました。紙幣の印刷、イールドカーブコントロール、銀行破綻など、すべて実現します。今は忍耐の時です。この秋にはトレーディングの宇宙船に縛り付けられ、飛び立つ準備をしていた方がいいでしょう。ヘイズ氏は先月、ビットコインが年末までに最高値、7万ドルまで上昇するとは予想していませんが、2024年は良い年になるでしょうと述べていました。彼の意見は、オンチェーン市場分析会社、クリプトクアントの意見と一致しており、機関投資家が今年後半にビットコインに注目すると4月に語りました。史上最高値の更新は、2024年第2四半期までに達成される可能性が高いとのことです。最後までご視聴くださり、誠にありがとうございます。当チャンネルでは、仮想通貨に関するニュースをお届けしております。よろしければ、チャンネル登録、高評価をお願いいたします。